はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今回もね、塾生さんのちょっと実績をぜひね知らせてくれということなんで、結構匿名のところが多いんですけども、あと文章もね、残念ながらちょっとこのまま読むと長くなっちゃうんで、私なりに端折らせてもらいました。塾生さんの実績でございます。この方はね、今年の9月に入塾してくださいました。52歳の方です。で、コロナ解雇されて当時2ヶ月目だということでした。9月に入塾ですから、7月の初旬から中旬にかけてね、解雇になったそうですよね。結構ね、12、3年勤めてた会社だって言ってましたよね。で、そこを、まあ、全然仕事がなくなっちゃって、会社もいつまで続くか分かんないからってことで、順番に解雇される中で、解雇されて、で、9月にね、いろいろと悩んだらしいんですけども、失業保険をもらいながら、10月、11月と速稼塾の私の方に連絡をくださって、で、10月のね、中頃に入塾してくださって、そこからまあ、私のね、指導をする通りにいろいろとやってくれたってことですね。で、パソコンのスキルとか SNS はまだ全然できてなくて、まあ、リアルでございます。インターネットの塾に入ってインターネットを使ってないというね。まあ、でも私もね、訪問販売もやってましたし、セミナー講師もしてたんで、まあ、稼げるんだったら、その人一人一人のね、一番最短距離をまずは稼ぐと。で、稼いで余裕ができたら、別にそこからでもね、インターネットをやればいいんじゃないかなと。特に52歳ですからね。で、今までずっとパソコンの縁がなかったところでやってきたんで、さすがにこれからパソコンを覚えてどうこうっていうことにはならなかったんですよね。うん、まあ、私のところにメールをくださるのが、スマホでメールくれるのがね、やっとだったと思います。で、どうなったかっていうことなんですけども、11月末の収支を伝えてくれたんですよ。11月末ですよ。ですから、11月で締めていろいろあって、20日過ぎに私のところにまたメールをくださったんですけどもね。で、11月の収支初めて、まあ、40万ぐらいになったよっていうことでございます。結果的にね、11月。だから、それまで9月に入塾した時は無職でお金が失業保険しかなかったと。で、お勤めだった頃、7月ぐらいまでですね、お勤めだったんですけども、その頃は給料が、まあ、20万から25万ぐらいをもらっていたそうです。はい。でね、まあ、社員なのかパートナーかちょっと分かんないんですけども、まあ、25万円ぐらいを毎月、まあ、使って暮らしていたってことでしょうね、52歳、うん。で、どんな商売をして今いるのかってことなんですけども、これがね、90分4000円でセミナー講師をしてるそうなんですよ。というのが、どんなセミナー講師かというと、まあ、コロナ解雇の52歳が若者に問うみたいな、ね、タイトルだったんですよね。だから、コロナ解雇されたぞと、俺はこんな準備を今までにしてこなかったから解雇されたんだってことを、自分の人生の反省とともにね、喋るという、そういう風なね、内容だったそうです。で、対象年齢は30代40代の方向けだそうです。20代の方もね、来ることはあるんですけども、主には30代40代で、将来が不安、コロナ不況にあえぐ人たちに対するメッセージということだったと思います。で、話のね、内容っていうのは、90分のうち70分ぐらいは50歳になるまでにやっておけばよかった、なんか50のことみたいな形でね、ずっと話すんですよ。その50個全部じゃないんですけどね、話した後で、じゃあどうすればよかったかってことを最後に10分ぐらいで話して、最後にバックエンドセールスという形でした。もうすごくオーソドックスです。で、入場料4000円で、土日だけやってるみたいなんですけども、土日で合計毎週10人ぐらい来るそうなんですよ。だから、会場に2人しか来なかった時もあれば、まあね、7、8人っていう時もあって、だいたい多いのが5、6人前後だということです。うん、で、だいたい5、6人がいつも来てて、土日で合計10人ちょっとみたいな感じですよね。だから、4000円かける10人なんで、土日で4万円ぐらいを手にしてるってことなんですよね。で、多い時もあるんで、月間で鳴らすと、今のところ月に50人ぐらいかなって言ってましたね。ってことは、もうね、20万円は入場料だけでカバーできてるわけなんですよ。で、そこにですね、11月には2つの大型売上が立ったって言ってました。この50人ぐらいの方が10月、11月と自分のセミナーを受講される中で、19万8000円のバックエンド商品を販売してみたそうなんですよ。まあ、これはね、4000円のセミナーが終わって、一番最後まで話聞いた人は、まあ、みんなですけどもね、19万8000円の
これからどうすればいいかを一緒に考えようみたいなねチームを募集していて、そこのチームになる入塾費用が19万8000円だそうなんですよ。内容はまだ決めてないらしいんですよねすごい大胆ですよ。困ったら久保さんに聞きますとか言って、とりあえずそういうふうなコースを始めたところ、2人の方がね入られて11月で、だいたい40万じゃないですか。39万6千円でしょ。でそれに、講義代金4000円かける50人ですから20万ということで、だいたい40万円ぐらいの売り上げが11月は立ったよっていうふうに言われてました。速稼塾に入って、9月からなんで9、10、11、3ヶ月目にはもう40万ということですよね。インターネットほとんど使ってないそうです。自分 の, 生徒さんとのやり取りに LINE を使ってるそうなんですけども、まだメディア発信してないそうなんですよ。私がねやれ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 ってもやらないんですよ。でもまあ当座インターネットを覚えるまでにどうやって稼げばいいんだって聞かれたんで、そういうふうなことをやりなさいと。で話す内容は今までの人生の後悔を50にまとめて話せばいいんですよと。で50個全部話す必要なくて、多分5つか6つ話していたら90分ぐらいすぐ過ぎちゃうんで、ネタは随分たまるでしょ、で今度1泊2日の合宿みたいな時に50個全部行くみたいな感じでもいいし、その余裕があったらね、その50個のやっておけばよかったってものをサイトにまとめたりとか YouTube で喋ったりとかしてインターネット活動を始めてみたらっていうふうにアドバイスしました。まあ何にしてもね、52歳で今年コロナリストラに7月に会った方が9月に入塾してで11月にはもう40万稼いでるということでございまして、まあねこれは本人が言ったわけじゃないんですけども、解雇になってかえって収入が上がったってことなんですよ。で要するに世の中に困ってる人が多い、特に不況で困ってる人が多いってことは、不況をどうやって逆転するかっていうふうなね、そういったところに希望を見出して、そういうサービスを提供している人に人気が集まるってこと、まさにそのものだと思うんですよ。一言で言うと、不況であればあるほどそういうふうなビジネスの話っていうのは流行るんですよね。皆さんがね仕事に満足してる時って転職サイトも流行らないし、ビジネスのセミナーとかも閑古鳥だし、情報教材も全く売れないんですよ。だから不況の時こそ、なんかね情報提供っていうのがすごく貴重になるんだなというふうに今回も改めて思いました。本当にねおめでとうございます。52歳の、名前はちょっと呼びませんけどもね、H さんということですいません、よろしくお願いします。 H さん、じゃあこれからもね、11月終わりじゃないですよ。これからそのチームのサポート、19万8000の方のお二人の方のサポートを濃くしないといけないですしね、これからやることも増えますから、腹をくくって年末年始迎えられてください。年末年始に H さんが休んだりとかね、 H さんの生徒さんが休むようだったら、これもう先がないですからね。正月にがっつりやって家族ほったらかし、他の都合ほったらかしで金を第一番に年末年始ぐらいやらないと年が明けないと思うんです。本当にね正月だからっていう理由で休みたがるんですけどもね、そういう人はねもうビジネスしない方がいいです。ということで今回は塾生さんのね実績報告でした。ありがとうございました。